こんにちはニュースで韓国語は私韓国生まれ日本育ちわったわたしてきた韓国人のジュジュと東京在住留学経験ありのライターユイと日本生まれ韓国在住経験ありというか、えー、昨年9月まで韓国に住んでおりました日本人のヨッシーが韓国の今がわかるネットニュースを韓国語と日本語で読んで日本語韓国語ときにちゃんぽんでおしゃべりするポッドキャストです はいということで2月24日本屋ア会なのですがこの2月の,、はい、2月の最終週をもちましてなんとニュースで韓国語、えー、5周年を迎えましたおはなチャちゃチャチャチャいやー特になんかイベントをするわけではないのですがいやーリスナーの皆様のおかげで 五年も続いてしまいました。半年間休んでましたけど。うん。いやー、考えぼかいですね。喜ぶのかみさんにだありがとうございます。というか、本当にまさか始めた時は五年も続くなんて思ってなかったよね。ねー。年ってすごいですよね、本当に。あの三周年ぐらいだとまだこう、あーなんか始まって三年って感じですけど、五年ってなんかもうかなり長寿番組が一気に入ってきますよね。うん、おー。

好き好みむどなのもう一人。ですよね<ー>。<laughs> そっかう、まあ。そうあの、最初の頃はなんは収録終わって二人でなんかお酒飲んだりとかしてたんですけど、ある時から突然、ジュジュさんがあのアルコールを口にしなくなったので、あっと思ったらでい、すみません、私、に妊娠しましたと。 うん、いうことがあって、ね、それからもう、うん、あとは怒涛のような日々だった気がねえ兄と一緒に駆ゃする程度よっしーさんは「チョギヨーよ」って言っただけで「あ妊娠した」って2人目の時も言われて「<laughs> チョギーよ」しか言ってないって思って <laughs> <laughs> いやなんか話があるとか言われたから「あそうかな」みたいな <laughs> いや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 、うん よシーさんだけじゃなくてお酒外で飲まなくて長いですああ家飲みはしてるああなんかそうだ家飲みはなんかちょっとその後もお付き合いしたことがあったようなそうですねうん誰も聞いてなかったらやめちゃおっかなとかなんか思って自然消滅してたかもしれないんだけど、うん、なんか結構あの熱い反応を時々いただくのでなんかやっぱりこうやめるにやめられないと言いますか 안あの... 됐어요네. Oh, 솔직히 저는 좀 여기 시작했을 때랑 상황이 많이 달라져서 음 이제 그만할까요라는 얘기를 몇번요시상한테한 적이 있었는데. 그랬던 거야? 에에었던거 근데 그때마다. <laughs> ちょっと疲れたな、もう無理かも、みたいなこと言いませんでしたっけいや、んでくってまだ、くってまだ、ヨシーさんに、あくんでマヌンブンドリー、ヨシミエチョンをヘジュシンだごうって言ってて、ああ、そうだよなって思ってたんですけど、私が記憶を美化してるいや、なんか、<laughs> もしかしたら、なんか、遠回しに行ったつもりだったのかもしれないけど、なんか僕は鈍感なので、全くそれをあの <laughs> 察しなかったということじゃないかなっていう気が。その,なるほどその可能性はあるぞ、うんうん あのー、いやなんか僕もジジさんがもうやめようともう,もうしんどいからもうやめようと言われたらちょっとこう考えてたかもしれないんですが <laughs> <laughs> あれあれ <laughs> うんはっきりは <laughs> 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 あくめょんちょいそとんにちゃあんでそおにょんとんにらけけそかこいぬんがよ それは寂しいですね <laughs> なんかあのやっぱり JUJU さんも2人の子供を子育てしながら、うん、なんか今は職場復帰もしてまあなんかう,なんうんであのまあ実際あの本当にお互いしんどくなったんであの半年間お休みしてた時期もありましたがなんか僕が韓国に行ったタイミングでまたなんか復活してしまい <목소리도> <웃음> <웃음> 네, 요이상 어묵과 시 데마따리, 술니, 하나스, 아이템, 목구에, 음, 그리고 저는 계속 집에서만 있으니까 다른 분들의 반응을 솔직히 잘 모르고 있는데, 솔 시상은 밖에 나가시잖아요. 밖에 나가시면서 그 시청, 시청을 해주시는 분과 직접 만나는 일도 있고, そう、あのー、ないでんかね、うん、ソウルでもなんかこう、いや、聞いてますみたいな、しかもなんか、割と熱心に聞いてくださってる方がいたし、なんか東京でも聞いてるという人の話は聞くので、なんかメディア関係者がやっぱり結構最近は多いのかなとあの、そうやって声をかけてくれる人は、まあ、やっぱり仕事と直接関係してくるからだと思うんで、ね、恐縮です。適当ななこと言えないよねもう <laughs> やっぱりヨッシーさんの,そのニュースのチョイスのなんていうかセンスがいつも素晴らしくて、私も元リスナーなので、全部あのお休みの時とかに全部さかって、第1回まで遡って私も聞いたんですけど<ら>こ、こんなニュースどこで掘り起こしてくるんだ、すごいっていう <laughs>、ヨッシーさんのニュースのチョイスのセンスと、JUJU さんの美声と。 はははははは今さっき목声が変らちゃったのを話したので、けどペンミーティングじゃ <laughs> <laughs> あただので、えー、ええそうね <laughs> 本当にただの演技オンマなので皆さん乗り期待しないでください。<laughs> なんかあの春先ぐらいにえー、しましょうかあのこういうことを続けているとなんかいろんな私も展開が出てきたのでちょっと終わり頃にその関係の告知をしますね。 そうなんんんんんですか<ー>え、こぐめよ、もんじょあせよ、もんじょももじじじせいやー、なんかですね、まあなんか、まあ私の本業と関係するんですけれど、なんかそっちの方にもやっぱりなんかね、ヨッシーとかいう名前の似たような声のやつがいるんですけどねって、<laughs> サブキャラ化するのはあれか。<laughs> <laughs> <laughs> もはや同じ名前ですがもはや同じ名前でなんか最近韓国に行ってたらしいんですけどねそいつもとか <laughs> <laughs> そのそっちの方でもポッドキャストをやっているんだけどなんかどうもそっちの方がもうすでにあのリスナー数が多いらしいのですがあの他の番組に、えー、声がいくつかかかっていて、えー、おーこれは東京ではポッドキャストですけど関西では地上波の。 え番組にちょっと今度お呼ばれすることになりまして。えラジオテレビじゃんラジオですね。収録前なんで直前で飛ぶかもしれませんが出たら言いますあの某歴史小説家と某元アイドルグループメンバーがおしゃべりしている番組なのですがなんか私そんなとこに呼ばれて何しゃべりゃいいんだという感じではあるんですが。それは ニュースで韓国語のヨッシーさんじゃないですよね。えっと、でもね、なんか多分ちょっとここの話するんじゃないかという、えー、するかな、したら、えーあの、話の流れ次第だけど、えー、<laughs> したら、<laughs> ちょっとおうと思ってくださいと。わー、そうか。くめんヨッシーさんはそういったことどっかとにらしげんねや。またちょっとそれは全然わからないんだけど、現時点で。あ、そうなんですね。うん、あとちょっと、ポッドキャストとしては割と規模の大きな。 大手新聞社系ポッドキャストにもなんか出ることになりまして、えーえー、そこではなんかどうも個人でやってるポッドキャストについてもぜひお,お話しくださいと言われたのでそれ私がよく知っている人も出ましたよあ,あ <laughs> <laughs> えもう出たの <laughs> うんでニュースで韓国語で話しているような内容とよく似たような話をし,たしてきたっていう話でした 育児についてて話してきたってまあ、いつの間にいつ頃それえ、2月の上旬ぐらいに SDGs の方の某新聞のポッドキャストに喋ってますよ。ああなるほど。うん、私が出るやつはなんか某メディア系の方で。あ、メディアトーク。あ何も隠してない。何も隠してないね。うん、ええ。こぎそう、こいよぎそう。 やきいったんごらん、どうかつ内容をどうかつやきいあごわっさよ。<laughs> まあ、日本語で喋ってきたのよね。<laughs> あ、日本語で、日本語で。うん。とっぷね、毎日にさらしねよって言われちゃった。<laughs> <笑><笑>あ、でもあの、のそれは僕も時々言われる。トークがうまいですねっていうのは、たぶんここで五年間続けてきたからだと。5年やってますからね。ね<ー> <laughs> そうか。えー そう、なんかラジオの方はまだ流動的な部分もあるんであの、収録終わったらお知らせします。はーい。まあ、楽しみですね。<laughs> ねいろいろ、ね、がいねん生きてりゃいろんなことあるねという感じですね。<laughs> そうですね。うんうん。そんなわけで、今日のニュースはえ、今日のニュースは、わりとこのポッドキャストでも定番ネタであるあの、結婚式の話題ですかね。お 韓国、なんかやっぱり日本と韓国の結婚式の何が一番大きな違いかっていうと、韓国の結婚式は知らない人の結婚式に行っていいっていう。いや、よくはないけど、<laughs> <laughs> よくはないけど、ま。私行ったことあるよ。まあまあまあ、言いたいことはわかりますけど、とり,とりあえずあれですよね。カャっていうやつですね。<laughs> 日本と違って招待状がない人も行けますよね。うん、あの僕もだから行ったのは友達の友達みたいな、うん、うん。友達に「一緒に行かない」と誘われて友達の友達の結婚式に行って「出荷 <laughs> へよー」と <laughs> 挨拶してご飯を食べて帰ってくるという。<laughs> ね ご飯を食べに行こうみたいな誘われ方がねしますよねあれですよねやっぱり服装もカジュアルじゃないですかそれも大きいですよね、うん、だって僕はその結婚式土平日にやってたからあのお博多を終わって友達に誘われてそのまま行った覚えが日本の結婚式は参加する方もやっぱりお金かかるもちろん忠義軍もそうですしヘアメイクとか服とか 大変です。全然違いますね。まあ結婚式をやるとどうしてもねあのご祝儀が大事な収入の一部ではあるのでねそれはでもね韓国もまあ同じなんだけどやっぱなんかその知らない人の結婚式に顔を出すというのもやりすぎると良くないというかさすがにこんなことをするやつがおるのかというところはあったんですが、えー、ちょっと読みますね。 週末になると、知らない人の結婚式に行って、祝い金1000ウォンから5000ウォンを払ってビュッフェをいただくというケースが登場し、ネットユーザーの怒りを買っている。最近あるオンラインコミュニティには、週末のたびに知らない人の結婚式に行く人というタイトルのスレッドが立った。 作成者の A 氏は、私は周りの人には言わないけど、週末になると必ず結婚式ツアーをするとして、近くにあるウェディングホールを回って、週末ごとに違う人の結婚式場に行って、祝い金を払って、食事をして、結婚式を眺めたりもすると書き込んだ。 주말마다 남의 결혼식 가는 사람이라는 제목의 게시물이 올라왔다. 작성자 A 씨는 전 주위 사람들에게 말하지 않지만 주말만 되면 결혼식 투어를 한다며 우리 지역에 있는 웨딩홀을 돌아다니면서 주말마다 다른 사람들의 결혼식장에 가서 축의금을 내고 밥을 먹고 결혼식을 보기도 한다고 적었다. 1000ウォンから5000ウォンの間、式場が大したことなければ1000ウォン、ちょっともいいところなら5000ウォンを払って入るといい。名前はその時々で仮面を使う。とてもいい。知らない人の結婚式を見て、あの人たちはどれだけ持つか、長く持つか、来年離婚しそうでもあるなとか、そんなことも思いながら見て、一番大きいのはビュッフェと述べた。アクシ 이어 축의금은 1,000원에서 5,000원 사이. 식장이 별로면 1,000원, 좀 좋은 곳이면 5,000원을 내고 돌아다닌다며 이름은 그때그때 가명을 사용한다. 꽤 괜찮다. 모르는 사람의 결혼식을 보면서 저 사람들은 얼마나 갈까, 오래갈까? 내년에 이혼할 것 같기도 하고 이런 생각도 하면서 보고 특히 제일 큰건 뷔페고 전했다. たちこれを知ったネットユーザーたちは... これは犯罪だ。ご祝儀は受付が忙しい時に出されればこういう人を見分けられない。実際に職権を渡しながら自分もそういう人を見た。本当に両親がない。と A 氏を非難した。あるネットユーザーは、もともと昔も誰かが結婚すれば、町のホームレスというか、まあ多分これは貧しい人ぐらいの意味合いだろうな。うん、もう連れてきて食べさせたと言い、かわいそうな人への人情だと考えろとアドバイスした。 이 사연을 접한 누리꾼들은 이건 범죄다, 축의금 받는 곳 정신 없을 때 들이대면 저런 사람 못 고른다. 실제로 식권 나눠주면서 나도 그런 사람 봤다. 정말 양심이 없다며 A씨를 질타했다. 한 누리꾼은 원래 옛날에도 누가 결혼하면 동네 거지들도 데려와 먹였다라며 불쌍한 사람들에게 인심 썼다고 생각하라는 조언을 했다. 新型コロナは結婚式の二極化旋風を起こした、たびたび変わる政府のコロナ対策と感染症の拡散を防ぐため、制限された招待客数は自然と小規模ウェディングにつながり、時代が生んだ不幸な人としてなんとか式を挙げなければならない悔しさは、高級な会食に変えて鬱憤を晴らす心理に置き換わった。 ウェディングプランナーのイスジンさんは、3年前と比べて最も変わったのは上の世代の認識と言い、結婚的利期が遅くなり、経済的独立を果たした新郎新婦が主導権を握ったことで、結婚式は厳粛で崇高でなければならないという固定観念が崩れていると話した。もっと小さく、もっと特別に、もっと洗練、この3年間のウェディング業界関係者が最もよく聞く言葉だと言う。コロナ禍の世紀の,のを起こた、 수시로 변하는 정부의 방역 정책과 감염병의 확산을 막기 위해 제한된 하객 수는 자연스럽게 소규모 웨딩으로 이어졌고, 시대의 브루나로 어렵게 식을 치러야 한다는 억울함을 고급스러운 예식으로 대신하겠다는 보상 심리로 대체됐다. 웨딩 플래너 이수진 씨는 3년 전과 비교해 가장 달라진 것은 기성세대의 인식이라며, 결혼 정령기가 늦어지면서 경제적 독립을 이룬 신랑 신부가 주도권을 갖게 됨에 따라 결혼식은 엄숙하고 숭고해야 한다는 고정관념이 무너지고 있다고 말했다. 더 작게, 더 특별하게, 더 세련되게. 지난 3년간 웨딩 업계 관계자들이 가장 많이 들은 말이라고 한다. 것ですが,しかしこの 결혼식 투어 すごいね.악취ですね. 大事な週末をそんなことに使うのはどうなんだろうという。いや、よっぽどやることないんでしょうね。<laughs> いや、これ多分、あの、一番の目的は千ウォン五千ウォンで飲み食いでは。まあ、でも、一人で行くんでしょう、楽しいのかな。いや、結構ね、いろんなケース、でも、なんか、そういう人は、なんか、時々いるらしくて。家族、親戚、労働、なんか、ずらーっと、なんか、大人数で押しかけるケースもあるらしいよ、これ。 いやー、ちょっとスチールアララって感じですね。これってその、あの、新郎新婦が後でお金を払うみたいな話されてたじゃないですか。そう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 。だから、<う>あのど、どういう感じなのかなと思って。ビュッフェだけど、一人当たり3万5千円부터、もう、ピッサミン、もう、얼마まんくみないケチュウ。그게、ハゲクスエタラ新郎新婦が買ちゃう とにでかにだからあ韓国のシステムは結婚式に行って受付でご祝儀渡すじゃないですかそうすると食券を渡されるんですよねでその食券を持って結婚式が終わったら下に行って、ね、食堂とブッフェに行くわけなんだけどだからそのナノジュン執行くすでるを 근데, 이사람3 5천 원을 받고, 원을 받고, 3만 5천 을 받고, 3만 5천 원을 받고, 3만 5천 원을 받고, 3천원짜리를내고 3만 5천 원을 받고, 3 원을 받고, 3만 5천 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 원을 받사기만에천 원을 받고, 3만 5논 원을 있고 3만 5천 원을 받고, 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 3

の그그서서まあ、そうだよな。まあ、やっぱり、全く知らない人の結婚式に行くっていうのは、そんなにかなりレアケースだと思うし、やっぱり友達の友達とか、何かしらの関係性があるところに行くものだと思うんで、知らない相手でも。チナンチングウェオニとかね。 うん、だからなんかその新郎新婦に挨拶するときはその人と一緒に行って、うん、そう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 おおにゃあにゃがせやちゅかデリみニだみたいなことは言うじゃないですかいくら遠くてもそうねうんあとうちはあの両親が韓国にいたから両親の代わりにあの親戚の子供会ったこともない遠い親戚の子供<ー>の結婚式とかにあんまあっぱてしね感情気いっそん,んで うクローテドウもう、ね、チゃのぬぐぬぐごーテ、ね、インサートリーじゃないよ。で、クローティハルストップチャノ。おー、イゴナんで。デ、イゴナサギンデ。すごい腹立つ。うん、で、なんかやっぱり今、昔ながらの韓国風結婚式もどんどんやっぱり廃れていて、コロナで大人数を呼んでみたいなのができなくなったっていうのもあるんだけど、うん。なんかすごく食事はどんどん高級化してるみたいね。 そう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 なんですよ。食事が高級化していて、せかあか 말씀드린 35,000 원은 아마 최저 라인이 아닐까? 음. 음. 보통 오마노 2, 3 55,000원 꼴까. 근데 やっぱりそこはね、ね、日本もそうだけど食事けちるなんてそんなことするわけにはいかないじゃないですか。見え、見えの国韓国で。うん。三重、 なんか昔はでもその見栄が主導権を握ってたのがお父さんお母さんだったんですよね。だから今はだからその経済的に自立してる新郎新婦が主導権を握って変わってるけどお父さんお母さんが主導権を握ってた時はお父さんお母さんの知り合いがいっぱい来るからたくさん来ることのに重きが置かれててそれにつけ込んだって話ですよね。 昔はあと食事がもっと安かったから、うんうん、ハンモグローって言えたんでしょうね。で、まあなんかそういうのもあるから、ここになんか昔話をしてた人があの、貧しい人も呼んで食べさせたりしたもんだみたいなことを言ってるけど、まあ今は多分もうそんなことは全然ないだろうな、きっと。うーん。いや、ぜひ詐欺罪で言んたすごい 敵気分なっぽ大悟 <laughs>。なんかみんな怒ってるね、これ、本当に。<laughs> ちょっと、だって、コロナ禍で結婚式あげることがどれだけ大変かーってことの、まず想像した方がいいんですよね。地元音が去年の秋頃あげたんですけど、やっぱりそのすごく急に。コロナじゃなかった頃をあげた私とは。 음... 네, 생각생각요 저도 작년에 한국에 가서 제가 많이 좋아하는 사촌동생 결혼식에 다녀왔었는데 동생이 얼마나 마음을 쓰고 결혼식 준비를 하는지 저도 보면서 많이 느꼈으니까 어느 결혼식도 그럴 거잖아요 특히 코로나 시세인 지금은 음. 아, 気分なっぽ。<laughs> <laughs> その結婚式もやっぱり、なんかこんな感じで、なんかとりあえずたくさん集まってみたいな感じだったそれとももう今風の、もうなんか招待客完全限定みたいなあ、えっとそこはですね、あのー、ちょえ、あ、コモブコモブが,がうンンンアッ、うんと、てさちゅんどんせんや、あっパじょうん、コモブがサーブラシごとにうん、だから、あのー、自分の、 知り合いをたーくさん呼ばなきゃいけないって言って、あの見栄のために、めちゃくちゃ大きい結婚式でした。あなるほど、じゃあ僕が紛れてっても別にわからないやつ。うん、多分わかんない。もう、証券制ってことですよね。韓国も結構最近、芸能人の,あの結婚式とか見ると、客席で最初から最後までみたいなのありますよ、ね、確かに昔、結あの芸能人の結婚式に知り合いの知り合いの知り合いぐらいで、なんか紛れ込む人いっぱいいたよね。 芸能人とかだとやっぱり多いいだだろうな <laughs> うん、そうななその。なんだっけ特になんかイヒョリとかウォンビンとかなんかそういう人のなんかこうセレブ結婚式がやっぱり大々的に報じられたんでなんか私もああいうのやりたいわみたいな感じで思ってそっちの方にこうどんどん引っ張られていってるみたいね結婚式の取材実は韓国で何度か行ったことありまして<ー>あのそれはもうなんていうかあのこの当時はの芸能 サンドモン夫妻とかだったと思うんですけど、コンサウンさんとか、やっぱりなんかもう、高級ホテルのひょっちゃんみたいな感じなんですよね、なんか、それでもう、そのホテルの PR も兼ねてるわけですよ、その人たちって。そので、<ー>セレブがたくさん、こうフォトウォールみたいな、映画祭みたいな感じで、ハゲのバーって写真撮るところがあったり、プレスルームもあって。<laughs> その時、神羅ホテイだったと思うんですけど、本当になんか、すっごい、あの、された、なんていうか、モダンな、韓国風の建物のところが、もう、プレスルームになってて、端っこにクッキーとか、ちょっとしたお菓子とかが、ばーって並んでて、お好きにどうぞみたいな感じで、ああ、なんか、韓国の結婚式すごいなって。<laughs> <laughs> <laughs> まあ、もちろん、その中は非公,非公開なんですけど、 なんかそのちょっとその本人たちが挨拶に出てきたりとかするところも確かありましたね。もちろん今もヒョンビンさんとかはもうそダブルホテルとかでああいうところでやるのはもう完全非公開ですけどなんかまあもちろん前ほどそういうふうになんかこう大々的にマスコミ呼んだれみたいなことはなくなりましたけどそういう芸能人のは結婚式が報道されるとそういうふうにこう 真似したくなるっていうかあの一般の人もそういうふうにやりたいみたいなふうになるのかなってちょっと思ったりします見たいねなんかこのここで取り上げた記事ちょっと続きがあってシルラホテルのウェディングプランとかなんかすごい人気なんだって今1年以上待ちみたいな感じらしくてもうなんか最低でも何千万ウォンからなプランなわけうん、うん、そういうのを5000ウォンでご飯食べられたらいいよね <laughs> 確かに で、結婚式あげるぐらいの家だったら、たぶん、ね、茶飲んとかお茶飲んで、ご飯食べられてもそんなに痛くも痒くもないか。まあ、でも、そういうところは無理ですよ、入れないと思う。多分そういうところは職権制じゃないですよ。そういうところ、だからセキュリティで全然、車しか入れないような感じになってましたよ。あ <laughs> 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 あのの多分番号とかもあの あのナンバーとかも先に行ってやって、その、OK、の車しかか通さないと非婚、晩婚の時代ですんで、なんか、まあ、一方でやっぱり、結婚式を挙げない人とかも、挙げない人とか、まあ、手作り、ウェディングとか、そういう人もやっぱり、えー、どんどん増えているというのが、まあ、この記事の下りで、ちょっとセレブ結婚式の部分だけピックアップしちゃったけどもね、はい。というわけで、なんか、この結婚式ツアーの話、ちょっとネタなんじゃないかという。 疑惑も若干いやネタでいいなんか本当に実際なくていい <laughs> でもさっきヨシさんちょっと言いかけてたけどやっぱその外食費が高くてみたいな <laughs> そうあのー、最近はね外食費高いからね <laughs> だからといって <laughs> クったごゴっていう感じですがねです、ね、ちょっとちょっと顔,つ顔の面が厚すぎませんかんってことですよねうんというかさらにドリルドリルドリルが一切あちい。うん うん、ね、とっとたけ、さらや超人生にでる。そう思いませんか。そう思います。はい、今日読んだ記事のスクリプトや。詳しい説明はニュースで韓国語のブログに掲載しています。ツイッターフェイスブックページインスタグラム。 YouTube チャンネルもやっておりますので、YouTube チャンネルにはちょっとニュースの部分だけ字幕つけて流してますので、ぜひフォローしてください。はい、それではおならにままちがすみだ。さよなら。さよなら。